にちは、伊藤圭です。今日は最近ね、コンクールの課題曲の解説ばかりが続いてしまったので、今回は雰囲気をガラリと変えて、これもリクエストが大変多かった3歳4歳の小さなお子さんが初めてピアノのレッスンを開始した時に、お家でどんなことを練習したらいいのか、それとレッスンの中で、先生がこういうことを取り入れるとスムーズに進んでいきますよといった内容を、いくつかの動画に分けてご紹介していきたいと思います。ぜひね、参考になさってください。で、今日は第1回目ということで、このね、5本の指の指番号をしっかりと確実に覚えるっていうその、動画です。で、私はよくこの指番号ボックスをこう使ってで、完璧に覚えてもらってるんですが、指番号を。で、これは私手作りです。折り紙でこのボックスを作って、そこに番号を振ってます。で、これ指番号ボックスって言ってるんだけど、実はここに四分音符とか二分音符とか、こうリズムの練習もできるように、いろんなね、音符の種類、9譜もこう書いてあるんですが、一番大事なのはとにかくこの 1,2,3,4,5 の番号を振ってあるボックスということです。で、このボックスをどうやって使うのかを動画でご紹介していきます。それでは、この指番号ボックスを使って指番号の覚え方を説明していきます。一番最初のうちはテーブルや机の上でやってみてください。慣れたらピアノの鍵盤を使って弾いていくんですが、その時も大切なポイントがありますので、後ほど解説します。必ず右手左手の片手ずつを練習して、で、それが慣れたら両手でやりましょう。で、これは数字を読む練習にもなるので、必ず自分で声に出して数字を読みながらお指を動かしてください。それではまず右手からいきます。1,2,3,4,5、反対の手、1,2,3,4,5。そしたらもう何もこだわりなく、自分で好きな番号にどんどん入れ替えます。2,1,4,5,3、2,1,4,5,3、ね、カラフルなボックスにしておくと、こう並べ替えるのも楽しいです。4,2,1,3,5、4,2,1,3,5。このような形で練習します。で、ね、慣れたら両手でやってみようという人は、両手で4,2,1,3,5、で、必ず片手の練習もして、で、最後に両手という形でね、学んでいけるといいと思います。では、今度は実際ピアノのね、鍵盤を使ってこの指番号ボックスを試していきます。で、気をつけてほしいことはね、その最初はもちろんどのところを1の指でこう弾いていくんだけれども、1番がドっていう風に覚えてほしくないっていうことです。で、例えばね、で、3はミとか、5番って見たらソが出ちゃうとか、そういう風にならないでほしいのね。で、その時にどうやっていくか、最初ドで慣れてほしいんだけれども、ずっとドでやってるわけじゃなくって、ドがだいぶ馴染んできたら、例えばラの音から始めてみるとか、ソの音から始めてみるとか、他の音を1番にして、慣れていく、それもぜひやってください。一番走るとこういうことね。だからドを1番で、左手、1,2,3,4,5、ドシラソファコで、同じようにここ番号をぐるぐるっと入れ替えて、でも1がドっていうのは変わってないので、4,1,2,5,3,4,1,2,5,3、ね、こうやってやっていきます。
きのじゃあ 1,2,3,4,5 に戻して、例えばその音から始めてみます。ソを1っていう風にこうやってした場合ね、同じとこから、ソがミレル、高さ変えてもどちらでもいいです。ソがミレルで、また入れかける、こんな感じでいろんな音を1番にして弾いてみる。これはともかくこの指番号をしっかりとこの頭の中で指の先ここ連携するという練習なので、いろんな音で試してやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。意外と面白くない？これ楽しいなって自分でも思ってて、でこれ作るボックス作るのも私折り紙好きだから楽しいし、でどういう色の配色にしようかなっていうのも楽しいし、ね、もうちょっと進んでくると、例えばこれを1と3、2と4で2階建てにして重音を弾く練習だったりとか、1、3、5ってこう3階建てにして和音で取る練習するとかね、意外と使い道が無限にあるんです。だからこの指番号ボックスもうヘロヘロになっちゃってボロボロになると、まあ、1年に1回作り変えたりとかするんですが、これ結構おすすめなので、ぜひね皆さんやってみてください。で、指番号っていうのはねすごく大切なの、ピアノを弾いていく上で。で、最初に気をつけておかないと、そのもうちょっとねその曲らしい曲進んできた時にもうなんかトンチンカンな指使いをしちゃったりとかで、そうするとね綺麗にレガートで弾けなかったりとか、そのテンポが上がらなかったりとか、大体の理由が指番号にありみたいなことがあるんだよね、突っかかっちゃうところとか。で、そこを自分で正しい指番号をこう見つけて選択してで弾いていくっていうのがすごく大切なので、やっぱりね最初の時期からお指をどの指をどうやって使うかっていうことを意識ねできるといいですよね。で、あんまり指番号のことばっかりうるさく言っても嫌になっちゃうから、こういうボックスで楽しくこの頭からこの3とかって思った時に中指がパッて出るようにこう信号が遅れるようにこう訓練するっていうこととても大切です。ぜひ楽しくね指番号をお勉強してみてください。次回のこのシリーズの動画ではドレミファソラシドの音階をどうやって歌っていくのか、でその音程感をどうやって感じていくのか、そして音の並びをどうやって覚えていったらいいのかっていうね、いろんなクイズ形式でやったりとか、カードを使って覚えていくっていうやり方をご紹介したいと思います。Kチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube の他にも SNS、Twitter、ブログ、インスタなどもやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。